CF モンテレーはメキシコ北東部ヌエボレオン州の州都モンテレーに本拠地を置くサッカークラブであるプリメーラディビシオンに所属1945年6月28日設立メキシコ北部のプロクラブとしては現存最古のクラブであるラテンアメリカ最大の飲料会社であるフェムスサが所有しているホームゲームはエスタディオテクノロヒコで行われる プリメイラディビシオンでは、メヒコ1986とクラウスウラ2003と、アペルトゥーラ2009とアペルトゥーラ2010の4回、コパメヒコでは1991年の1回、優勝しており、コンカカーフチャンピオンズリーグでは2011年から3、連覇を達成した。特に2000年代以降に大きな成功を収めている。そのユニフォームから、一般にロスラジャードスという愛称で知られる。 ヌエボレオン州立大学のクラブであるワンル、ティグレスとの対戦はクラシコレヒオモンターノとして知られる。アルゼンチン、ブラジル、チリ、スペイン、ウルグアイなど国外出身選手も多く在籍し、アフリカやスペイン以外のヨーロッパ出身選手が在籍したこともある。第二次世界大戦終結後、ラモン・カルデナス・コロナード、エンリケ・アジャラ、メディーナ、パウル・シー・プロ・ベルト、ロヘリオ・カント、ゴメス、 ミゲル・マルガイン・ソサージャなどに引きられた実業家グループは CF ・モンテレーの設立を決定した。初期のユニフォームは肩部分に斜めの青色の線が入った白色のユニフォームだったが、タンピコ・マデーロというクラブが着用していたような縦縞が1965年に導入され、それ以来は白色と青色の縦縞のシャツ、青色のパンツを着用している。 1945年8月19日、サンセバスティアンデレオン戦が、プロでの初試合となり、ホセゴメスの得点で、モンテレーが1の0で勝利したが、モンテスーマには0から6で大敗した。この数日後、選手が乗ったバスが、サンフアンデロスラゴス道路で悲惨な事故に巻き込まれ、数人が死亡した。モンテレーは、協力関係にあるクラブから選手を借りて、大会参加を続けたが、 生き残った選手は大きな衝撃を受け、この年には21連敗と121失点を喫して再開でシーズンを終えた。事故で死去した選手を弔うため、1946年シーズンはリーグ戦への参加を取りやめた。ヌエボレオン州サッカー協会のカルロス・カンセコ会長の尽力で、1952年に西軍ダ・ディビシオンのクラブとして活動を再開し、 4年後にプリメーラディビシオン昇格を果たした。その年は4勝7分13敗の成績で、すぐに西軍ダディビシオン降格となったが、1959年にプリメーラディビシオンに昇格し、今日までプリメーラディビシオンで戦い続けている。1959から60シーズンは降格した。クラブセラージャと勝ち点3差で、過労死て降格を回避。 1960から61シーズンは7勝7分12敗の勝ち点21でシーズンを終えた。1961から62シーズンは7勝5分15敗で勝ち点19しか上げられず、再び降格の危機に瀕した。1962から63シーズンは8勝12分6敗で勝ち点28を獲得し、 勝ち点36を挙げて優勝した CD オロに勝ち点8差の5位となった。1963から64シーズンは12勝8分6敗で勝ち点32を獲得し、勝ち点37で優勝した CD アダラハラと勝ち点5差の3位となった。1964から65シーズンは17勝3分10敗で勝ち点37を獲得し、 優勝したグアダラハラとの勝ち点差を3に詰めた。1965年には、クラブヌエボレオンがプリメーラディビシオンに昇格し、1965から66シーズンは、モンテレーシに本拠地を置くクラブが、複数トップリーグに在籍した初のシーズンであった。1965から66シーズンは13勝7分10敗で、勝ち点33を獲得し、CF アトランテと、 同勝地点の4位となった。1966から67シーズンは10勝10分10敗の勝ち点30で、イラブアと FC と並んで8位であり、やや後退を感じるシーズンとなった。1967から68シーズンは6勝9分15敗の勝ち点21であり、オロと並ぶ14位に終わった。1968から69シーズンは10勝8分12敗の 勝ち点28であり、CF パチューカと並んで10位であった。同シーズンのクラブヌエボレオンは、勝ち点21に終わり、残留プレイオフで、オロに敗れて、セグンダ・ディビシオン降格となった。トップリーグに在籍するモンテレーシ唯一のクラブとなった1969から70シーズンは、9勝10分11敗で、アトランテと並ぶ、勝ち点28であった。 1970年5月から6月にかけて、メキシコで FIFA フフワールドカップが開催された関係で、1970年の大会は2つの短期トーナメントに分割された。モンテレーはグループ1に組み分けられ、勝ち点18で首位のデポルティーボ・ボトルーカに勝ち点1その2位となったが、後半のトーナメントでは7位だった。1970から71シーズンは優勝した。 クラブアメリカに次ぐ2位となった。1971から72シーズンには、プレーオフに出場したが、プレーオフ準々決勝で、アメリカに2試合合合計1-2で敗れた。1972から73シーズンには、ティブロネスロホスで、ベラクルスやグアダラハラと、同価地点の5位で、プレーオフ出場を逃した。1973から74シーズンは、プレーオフに出場したが、 準々決勝で、アトレティコエスパニオールに2試合合計5から6で敗れた。1974から75シーズンは、グループ2で15勝14分9敗の勝ち点44を稼いだが、出場権を得た、ウニオンでクルティドーレスに、勝ち点に及ばずプレーオフ出場を逃した。1975年にはエウゼリオが加入し、10試合出場1得点を記録。 1975から76シーズンは16勝12分10敗で勝ち点44を獲得し、首位でプレイオフ出場権を得た。プレイオフ準々決勝では、クルス・アスルに2試合合計7から2で勝利したが、準決勝でグアガラ・ハラに2試合合合計2の3で敗れた。1976から77シーズンは10勝12、分け16敗の勝ち点32で、グループ2の4位に終わり、 プレイオフ出場を逃した。1977から78シーズンは勝ち点38でグループ2の4位に終わり、ヌエボレオン州内のライバルであるワンル、ティグレスに勝ち点6差をつけられてプレイオフ出場を逃した。1978から79シーズンは14勝12、分け12敗で勝ち点40を獲得し、グループ1の首位でプレイオフ出場を決めた。 プレーオフに出場する8クラブが2グループに分かれて、総当たりのリーグ戦を行ったが、モンテレーは6試合で、勝ち点6に終わり、アナム・プーマスに、勝ち点2差のグループ3位であった。1979から80シーズンは9勝16分16敗であり、グループ1の3位であった。メヒコ十6では、ハイボスタン・ピコマデーロに2試合合計3の2で、勝利して、リーグ戦初優勝を飾った。 ブラジル人のレーナルド・ゲルディニやメキシコ人のフランシスコ・ハビエル・クルスなどが得点し、クルスは得点王に輝いている。1993年にはコンカカーフカップウィナーズカップで優勝し、クラブ初の国際タイトルを獲得した。クラウスーラ2012でのモンテレー・クラウスーラ2003の決勝では、モナルカス・モレリアを2試合合合合計3から1で破って2度目のリーグ優勝を決めた。 2009年1月に就任したビクトルマヌエル、ブセティッチ監督政権下で黄金期を迎え、アペルトゥーラ2009の決勝では、クルス・アスルを2試合合計6から4で破って3度目のリーグ優勝を決めた。アペルトゥーラ2009の優勝メンバーには、得点王のウンベルト・スワッソに加えて、フェリッペ・バロイなどもいた。アペルトゥーラ2010では、スワソやイラム・ミエールなどが結出した活躍を見せ、 サントスラグーナを2試合合計5から3で破って4度目のリーグ優勝を果たした。2010から11シーズンのコンタカ,カーフ。チャンピオンズリーグでは、デポルティーボサプリサ、CD マラトン、シアトルサウンダース FC と同組となり、5勝1分の勝ち点16で決勝トーナメント進出を決めた。準々決勝ではトルーカ、準決勝では クルスアーすると、2ラウンド続けて、メキシコのクラブを破り、アウェイで行われた決勝のレアルソルトレーク戦、ファーストレグは2-2の引き分けだった。レアルソルトレークはホームでの公式戦37、連勝中だったが、セカンドレグでは、スワソが試合唯一の得点を挙げ、2試合合計3、3から2でレアルソルトレークを破った。同大会初優勝を決め、1993年以来となる、 国際タイトルを獲得した。2011年12月には日本で開催された FIFA フフクラブワールドカップに初出場したが、初戦でカシワレーソルに PK 戦の末に敗れ、5位決定戦ではエスペランスに3-2で勝利した。2011から12シーズンのコンタカ,カーフ、チャンピオンズリーググループリーグでは、シアトルサウンダース、CS d コムニカシオネス、CS エラディアーノと同組となり、 4勝2敗の勝ち点12で、首位通過した。準々決勝では、モレリアを2試合合計7から2で、準決勝では、アナムを2試合合計4から1で下すと、3連続で、メキシコのクラブとの対戦となった決勝では、サントスラグーナを2試合合合計3から2で破ってに、連覇を果たした。ファーストレグでは、スワソが2得点して2から0で勝利し、スワソが、累積警告で、 出場停止となったセカンドレグは1から2で敗れたが、2試合合計2000年代後半は、クラブ史上最も大きな成功を収めた期間とされている。ヌエボレオン州のクラブとしては、最多となる3人のリーグ得点王を輩出している。メヒコパチ十6では、フランシスコ・ハビエル・クルスが14得点で、得点王に輝き、初のリーグ優勝に貢献。 クラウスーラ2003優勝に貢献したギジェルモ、フランコはアペルトゥーラ2004で15得点を挙げて得点王に輝き、後にスペインのビジャレ RCF に移籍した。クラウスーラ2008ではスワソが13得点で得点王に輝いた。スワソはアペルトゥーラ2009での優勝に貢献したほか、チリ代表として戦った2010フィーファワールドカップ。 南米予選では10得点を挙げて予選の得点王に輝いている。スワソは後にスペインのレアルサラゴサに移籍したがアペルトゥーラ2010の最中にモンテレーに復帰し2011から12シーズンのコンカカーフチャンピオンズリーグで得点王に輝くなどして大会に連覇に貢献した。2012年12月には日本で開催された。 フィファクラブワールドカップに2年連続で出場すると、初戦で、ウルサン現代に3の1で、フィファクラブワールドカップ初勝利をした。準決勝では、チェルシーに1の3で敗れ、3位決定戦では、あるアハリに2から0で勝利した。2012から13シーズンのコンタカ,カーフ、チャンピオンズリーグでは3年連続で決勝に進出し、前年大会と同じサントスラグーナを2試合合計。 4から2で破って3連覇を果たした。2013年12月にはモロッコで開催された FIFA フフクラブワールドカップに3年連続で出場したが、初戦でラジャカサブランカに延長戦の末に1から2で破れ、5位決定戦ではあるあはりに5から1で勝利した。なお2013から14シーズンのコンカカーフ、チャンピオンズリーグは出場を逃し4連覇はならなかった。 2015から16シーズンからは、本拠地をエスタディオビビビバンコメルに移転。最大のライバルは、ワンル、ティグレスであり、ワンルとの対戦はクラシコレヒオモンターノと呼ばれる。1974年7月13日に、エスタディオユニベルシタリオで、初のダービーが行われ、1から1で引き分けた。2度目のダービーでは、モンテレーが2から1で勝利した。初期のダービーはほとんどいつも、 エスタディオ・ウニベル・スタリオで行われた。スタジアムの改築前には約7万人の観客がダービーに詰めかけた。その日の天候やチーム状態にかかわらず、現在でもダービーでは常にスタジアムが満員となる。2012年までに38年間で95回のダービーが行われているが、モンテレ・ワンドともに33勝28分であり、対戦成績は完全に5分である。 公式戦での初ダービーより前に6回の非公式なダービーが行われているが、このダービーでは、モンテレーが故障している。モンテレー市には、プロサッカークラブが一つしかなく、プリメーラディビシオンの試合は必ずチケットが売り切れる。ため、市は、モンテレーにはメキシコで最も忠実なサポーターが存在すると不意調している。モンテレーのサポーター集団である、ラーディシオンとワンルのサポーター集団である、 リブレスイロコスは敵対関係にある数千人のメンバーがアウェーまで駆けつけ、モンテレーは最も多くのサポーターが遠征するクラブとして知られている。1991年にエスタディオ・アスルで行われたクルス・アスル戦には1万4千人ものモンテレーサポーターがアウェーゲームに駆けつけた。ベラクルス戦でのエスタディオ・テクノロヒコ・モンテレーはエスタディオ・テクノロヒコをホームスタジアムとしている。 テクノロヒコは、エスタディオアスルに次いで、メキシコで2番目に古いスタジアムであり、モンテレー工科大学のボレーゴスサルバヘスも、使用している。エスタディオデフトボルモンテレーという名称の、新スタジアムに移転する計画がある。新スタジアムは、モンテレー大都市圏のヌエボレオン州、グアダルーペに建設され、収容人数は、約5万人であり、イングランドのウェンブリースタジアムとアイルランドのアビバ。 スタジアムのデザインを組み合わせた外観になる予定である。ポプロス社がデザインを請け負い、2011年10月に建設が開始された。1945年のクラブ創設以来、白色と青色がクラブカラーとして使用されており、縦縞を基本としながら細かな変更を行っている。青色の色合いは、濃紺色からわずかに明るい調子の青色まで、ひっきりなしに変更されている。 三番目の色は一貫性がなく、赤色、オレンジ色、青緑色が使用されることもあれば、近年では青紫色、紫色、緑色が使用されている。最初のユニフォームは、胸部分を斜めに横切るラインが入った青色と、白色のシャツ、白色のパンツ、紺色のソックスであった。二度目のリーグ優勝後の1955年には日本の青色の線が入った白色のシャツに変更された。 1960年代には、単成色の縦縞のシャツ、白色のパンツとソックスに変更され、1962年には、メキシコシティのアスティリアス FC のユニフォームからヒントを得た、現在でも使用されているユニフォームが導入された。ホームアウェイ優勝メヒコ1986、クラウスーラ2003、アペルトゥーラ2009。 アペルトゥーラ2010準優勝1992-93アペルトゥーラ2004アペルトゥーラ2005クラウスーラ2012優勝19561960優勝1956優勝1991準優勝19641969準優勝2003優勝2010優勝2010から112011から12 2012から13、2019、優勝1993最高位3位、2012-2020年1月25日、現在2013年12月9日、自転詳細は、カテゴリー、CF モンテレの選手を、参照背番号28は、アレジャノの功績を称え、永久欠番となっている。ありがとうございます。